マウス繊維目細胞のマイクロフィラメント。蛍光染色像、マイクロフィラメント、ミクロフィラメントとは、微小繊維、微細繊維とも呼ばれ、細胞内にあって、細胞の形を維持したり、形を変化させたり、細胞内の物質移動を担っている、細胞骨格を構成する繊維のうちの一つ。その実態は、タンパク質であるアクチンが繊維上に重合してできる、ポリマーで、 繊維上アクチンと呼ばれる、高分子が主な構成成分である。このことから、アクチンフィラメントと呼ばれることもあるが、必ずしもアクチンのみからなる、繊維構造ではないので、この故障の扱いには注意が必要となる。マイクロフィラメントを構成するアクチンは、筋に含まれる、アルファアクチンとは、型が異なり、ベータアクチンである。外径は6ナノメートル前後。 二重螺旋構造となっており、アクチン分子13.5個、35ナノメートルで、ちょうど1回転ねじれている。マイクロフィラメントは、電子顕微鏡により直接観察するほか、アクチンと結合する性質を持ったファロイジンという分子を利用することでも観察できる。ローダミンなどの蛍光色素を結合させたファロイジンを、アクチンに作用させることで、アクチン繊維を染色し、 蛍光顕微強化で観察できる。ありがとうございます。